どうも、トズルです。さっきもですね、シャドーバスやっていきたいと思います。今日はですね、私、つい先ほど、B2 に昇格いたしました。やっとね、B ランクの3つ目のランクですかね、B2 に昇格して、次が B3、そしてやっと A0。まだちょっと遠いんですけれどね、A ランクがやっと背中が見えてきました。さあ、ということで、今日はですね、私が今ランク上げて使っている、デッキの紹介をね、していきたいなと思います。実は以前紹介した、ミッドレンジロイヤル、こちらなんですけれども、若干ね、カードの内容が少し変わっているので、そちらの方に触れつつね、見ていきたいと思います。さあ、今私が使っているこのデッキ、以前は椿をね、入れてました。ただ、椿を入れてるっていうのは、例えば相手がドラゴンだったり、結構ね、その終盤に相手が高火力のモンスターを、カードを出してきた時に処理するように椿を入れていたんですが、結構ね、もうちょっとアグロ寄りっていうか、序盤にね、重きを置いたデッキとなってます。で、このね、乙姫がやっぱりいいです。すごく使い勝手がいいカードっていうのも、やっぱりね、この乙姫は、場をすべて埋めてくれる、横に並べてくれるカードなんですけれども、細かいね、乙姫をお守り隊っていうちっちゃいカードをいっぱい出してくれるんですが、そいつらがやっぱりこの風神、バニールカードすべての攻撃力を1ずつ毎ターン上げてくれるカードだったり、この政治コマンダー、出した瞬間に、自分の他のフォロワーすべてをプラス1ずつ、してくれるカード。このね、やっぱ2種類と非常に相性が良くて、終盤やっぱりデッキ切れっていう、デッキ切れじゃないな、カード切れ、手札切れを起こしやすい、序盤重視のロイヤルでも戦いやすくしてくれるのが、この3枚ですね。で、あとはこのオーレリア、これがね、やっぱロイヤルのカードでは頭一つ抜けていると言われていて、5コストで出せてね、しかもステータス的にはすごい高い、体力6で、攻撃力低めなんですけれども、相手のフォロワーが、3体以上いたらね、3体以上いたらっていうか、相手のフォロワーの数だけ攻撃力が上がって、さらに3体以上いたらね、相手の除去カードが使えなくなるっていう点で、もうこれはね、相手からするとすごい嫌だと思います。中盤に出されるとね、すごい処理しにくいカードなので、こういった、デッキ構成となっております。ロイヤルはもう言わずもがな、この3コスト以下のね、ゴールドカード未満、なんて言えばいいんだろう、ブロンズとシルバーがねすごく優秀なので、そういったカードの利点を生かしつつ、終盤、場のカードがね一掃された後でも戦えるようなこのミッドレンジロイヤル、非常に時間効率がいいです。はい、ということで見ていきましょう。さあ、ということで見ていきましょう。こちらロイヤル、そして相手もロイヤルですね。ロイヤル同士の戦いの時はちょっとね、いつもと違った戦いを私的には心がけています。ロイヤルの戦い方としては、指揮官とね兵士をうまくこう連携させてね戦っていくんですが、相手の場に兵士がいるときは基本そいつを叩いていっていいです。ただ、相手のフェイスを叩くべきか、自分のね、場にいる兵士で相手の兵士を総裁していくかっていうのは場によってやっぱり違うので、そこら辺うまく見極めて戦っていかないといけないのが、兵士同士じゃない、ロイヤル同士の戦いかなと思います。私がね、今ロイヤルを使っている理由としては2つあります。1つは、強い、非常に強いです。ミッドレンジロイヤルは今3強デッキって言われていて、ミッドレンジロイヤル、そして冥府エルフ、そしてもう1つがコントロールヴァンパイア、この3つがね今上位ランカーの中でも一番強いとされている3つのデッキなんですが、もちろん他にも強いデッキたくさんありますけどね、そういったデッキの中で一番やっぱ時間効率がいいっていうのがね、ロイヤルやっぱランク上げにね、向いているんじゃないかなと個人的には考えています。1試合の時間がやっぱりね他のデッキに比べて圧倒的に短いと思うので、そういったところですね。さあ、ということでちょっと、しっかり見ていきましょう。ホワイトジェネラル来ましたが、とりあえずここは兵士増やしといていいですかね。選択肢としてはメイドリーダーか、もしくは兵士を2体出せる、このナイトを出す選択肢があると思うんですが、ナイト出して2体に増やしておくのが、ベストアンサーだと思います。兵士をねたくさん置いておくことによって、指揮官の効果がね、選択肢が広がりますし、特に6コスト使えるときに、場に兵士がいないとね、かなり窮屈になってしまうので、とりあえず相手の、兵士を殴りに行きました。これで自分こちら先行なんで、どうしてもね場の有利っていうのはずっと取っておきたいなというところで、ここで相手はわがままプリンセスプラス、クイックブレーダー来ましたね。クイックブレーダー速攻持ちで非常に優秀なカードですが、今私が場に出しているカードにとってはねすごく処理がしやすいです。こっちが一回殴ってもこっちはやられないので、そのまま、残ったままという感じでね。さあ、こっちは、兵士の攻撃力プラス2、できるホワイトジェネラル出して、さあ、1コスのやつで相手のクイックブレーダーやっつけてからフェイスですかね。さあ、これでいいかなと思います。
人によってはね、今わがままプリンセスを殴るっていう方ももしかしたらいらっしゃるかと思いますけど、私の場合はね、やっぱりあの兵士を相手の場に出したくない。攻撃力2なんでね、1しか変わんないんで、あのさっきのクイックベレーだと、それだったらね、兵士を殴っておくべきかなと思いました。あの兵士を殴れば今みたいにね、1枚場に兵士が残りますし、もしわがままプリンセス殴った場合はね、真ん中の今のユニットが、ユニットっていうかカードは今消滅しているので、まあ、今のはあのクイックブレーダーで間違いないんじゃないかなと思います。さあということで、1枚やられてからの相手はバンガード。バンガードも優秀ですよね。1コストにしてはすごく、ステータスが高いカードです。そしてファンファーレでさらに上げてきます。そしてここで進化、こっちのジェネラルを攻撃してくる感じかな。これでジェネラルやられてしまうと、まあ、次の選択肢としてはそうですね、こっちも進化使っていく、やり方もありかな。あーでもこれ選択肢的には結構ありますね。どうだろう、クイックブレーダープラス2コスト2枚出せるのは出せますね。それか、うん、それがいいかな一番。それか4コスプラスクイックブレーダーでも全然あり、ホワイトジェネラルで殴りいきましょうか。これでもう場を総裁しましょう。相手の場の、ユニット全部やっつけれるんで、これで、総裁していく。こうされるとね、やっぱロイヤルは非常に嫌です。ロイヤル使ってる方は分かると思うんですが、バニール兵士がね全然いない状態だと PP が上がっていってもねやることないんですよね。で乙姫待ち、あのお互い乙姫を引くのを待っている状態っていう、ゲームになってしまうんですが、一応ね先行の戦い方としてはこのように相手が出たカードを叩いていくのがよろしいんじゃないかなと思われます。さあここで相手はオーレリアはねやっぱ優秀なカードですよね。5コストで出してこれだけの火力と、そして進化させるとね体力8という非常に、処理しにくいカードですが、ここで引いた乙姫 OK。 乙姫はねこのように場に何もない時にもう効果絶大ですよね。6コストで、カード5枚出せた上にさらにね、リーダーなのか分かんないけど乙姫がね非常にステータスも高いので、これでオーレリア殴ってかなり、場の有利は取れたんじゃないかなと思います。相手がロイヤルの場合は特に何て言うんだろう、一層系のスキルは持っていないので、除去カード、一層系の除去カードがあんまないので、それを心配する必要がないっていうか、結構ね横に並べていって相手の兵士を殴っていくっていう、常にね場で序盤優勢を取っていくっていうの戦い方がね、よろしいかと思われます。さあということで相手はアルビダの号令。アルビダの号令もね非常に優秀なカードなんですが、私今デッキから抜かしてます。で抜かしてる理由は特にそんな大きなものではないんですけれども、やっぱ乙姫とね、さっき言ったように乙姫と、風神とか乙姫とコマンダーのね、政治コマンダーかなの相性がやっぱ良くて、で他に例えばアルビダの号令とか入れるとね助かる場面ももちろんあるんですけれども、まあ、オーレリアで十分かなと。守護持ちはオーレリアで十分だし、まあ、失踪はね結構アルビダのいいところではあるんですが、まあ、それよりはやっぱ乙姫プラス、風神とかで決めていった方が勝率が高くなっていくのかなという、まあ、個人的な見解でございます。さあということでこの盤面ですがどういこうかな。メイドリーダーで1枚ドローしましょうかね。指揮官を1枚引いといて選択肢を増やしとかないと、今手持ちもね、バニールカードも兵士しかいませんので、ちょっとメイドリーダーはこのターンに出しておきたいなといった感じでございますが、どうしよう悩むな。相手44でしょ。こっちが進化して殴っても残るカードがいいですよね、できれば。とりあえずメイドリーダーで何来るか見てみましょう。さあこれで引くのがオーレリアか。オーレリアありだな。オーレリア出して進化させましょう。で殴りましょう。これがベストアンサーのはず。オーレリアを進化させて殴るとね、オーレリア自身も残りますし相手のフェイスも殴れるっていう一石二鳥ですね。まあ本当にロイヤル同士の戦いはね結構カード運っていうか、その引きによってね全然戦い方変わってくると思うんですが、さあターン終了ギリギリ、あ降伏した OK。 さあという感じでね、このように展開していくと相手的には非常に嫌かなと思います。特にやっぱりこちらが先行の場合はね、あっち今進化を使ってうまくこっちの場のカードを10個しようとしてきましたけれども、やっぱりね、今みたいにこう先手を打って相手の兵士カードをなくしていくと兵士と指揮官の連携が取れなくなるので、それだけで優勢が取れるかなと思います。さあということで今日もう一戦見ていきましょう。さあということで続いてのお相手は
お、ネクロですね。ネクロも最近増えてきているデッキの一つですね。ミッドレンジネクロもしくはアグロネクロ、どちらも、強いデッキとなっておりますが、まあ、相手の、ね、出方を、見て、しっかりと戦っていかないといけません、まあ、ロイヤルに対してね、相手のカードで一番嫌なのはやっぱり何だったっけ、名前ど忘れした、ゾンビを3体出すやつ、ゾンビだったっけ、守護持ちのねやつを3体出す、死の祝福か、あれがやっぱりね、非常に嫌なので、相手のネクロマンスが6溜まった時点で、まあ、あれが来るんじゃないかなというのを警戒しながらね、カードを出していかなければいけません。さあということで、とりあえず、クイックで殴って相手の出方を見ていきましょう。相手はこれ 2-2 出してきましたね。やっぱりね、ネクロマンサーは2コストのやつがね、非常に優秀なカードが揃っているので、ファンファーレ持ちだったり、あとは、なんだったっけ、ラストワード持ちでね、結構優秀なカード、カードを1枚引くだったり、まあ、墓場をプラス1するだったりね、結構優秀なカードが揃っているので、まあ、とりあえず、こちらも2コストを出して、多分これはね、間違いなくこちらの2に投げてきましたね。そうなんですよね。今みたいな状況があるので、あんま出さない方が良かったのかな。だって今の状況だと絶対に殴りますもんね。さあということで、選択肢としてはフェンサーかな。これフェンサー出して、クイックブレーダー強化させるか、もしくは、横に並べていくか。多分フェンサーでクイックブレーダー強化して相手のリンゴを殴るのがベストアンサーかな。そうすると 2-2 のコストのや、あ、2-2の、カードがね、2枚横に並ぶことになるので、相手からするとすごい処理がしにくいかなといったところ。ネクロマンサーはね、2ダメージを与えるっていう除去カードが、入っていると思うので、まあ、そこら辺もね、ちょっと一応頭に入れておくと使いやすいかもしれません。体力を3にしておくと相手は処理しにくくなります。で、今回の場合2-2なので、お、地獄の解放者来ましたね。この地獄の解放者はね、絶対覚えておいてください。ラストワードでリッチって言ってね、44のコストのやつ出してくるので、あ、44の、ステータスのやつを出してくるので、絶対覚えておかないと、これね、結構忘れててね、すぐそのまま44が次のターンで、なんて言うんだろう、このターンで例えば私がこの地獄の解放者をやっつけてしまうと、リッチが場に出てしまってね、そのまま4コストでやられちゃうってこともあるので、地獄の解放者はね、ちょっと放置に限りますね。さあということで、多分地獄の解放者は 何もしなくても絶対殴ってくるので、こっちを。さあ政治コマンダー来ました。ここで、ランサー出して、とりあえず守護持ちを出しながらフェイス。ここ地獄の解放者殴るのはダメです。さあターン終了。さあここでお互い進化が使えるようになりました。まあ、ネクロ相手だとね、こっちが高校の方が私としては助かるかなといった感じですね。さあリッチ出てきました。リッチはね、やっぱ44あるので結構処理しにくいですよね。さあそしてこちらに4ダメージ与えてきます。さあそしてラストワード、何これ何だろう、何のカード、あー、これ分かった、あれだ、ラストワードで攻撃を与えてくるカードですね、確か。こちらのカードに、あのカードをやっつけるとね、ネクロエレメンタラ、こいつやっつけるとね、こっちのカードが全部1ダメージ受けてしまうので、いや、これ難しいな、どのタイミングで出すか。オーレリアが一応手札にはあるんですが、出していきたいのは、とりあえずフェイス殴って、フェンサーで相手のネクロマンサーを倒して、場を一掃させといてからの横に並べるっていうのがいいかな。進化使ってもいいですね、このターンに。選択肢としては2つ、ランサーとナイトを出すか、オーレリアを出すか。これはね、難しいところだと思いますが、とりあえず兵士を出しときましょうかね。兵士が2体場に、どうなんだろうな。まあ、難しいところですね、ここはすごく。さあ、ここでターンエンド。今のところ進化して相手のリッチ殴っていった方がいいのかもしれないです。効率的には。さあそして相手はラピッドネクロマンサー2体出してきた。このラピッドネクロマンサーがね、強い、本当に強い。ラストワードで相手のリーダーに2ダメージを与えるというね、効果を持っているので、ちょっとね、嫌なカードですよね、やはり。さあそしてドローしたのは乙姫。選択肢としては3つですが、ここは政治コマンダー出して、場にいるカードをプラス1ずつして、相手のカード処理しやすくしましょう。どうしようかな、これ。難しいな。さっきの、ロイヤルと違ってね、場にいるカードを絶対除去しないといけないっていう盤面でもないので、とりあえずフェイス殴っておくのがいいのかな。それともそうですね、ここで1回政治コマンダー進化させるのもありかもしれない。相手と比べてね、こっちが2回進化が多いので、まあ、高校だったらね、
もうちょっとサクサク使っていかないと終盤ロイヤルは押されちゃうと困るので、ここで一旦ダビッド・ネクロマンサー一体やっつけておきます。やっぱバニールカードをやられちゃうっていうのがね、すごくロイヤルにとっては嫌なので、とりあえずここで、選択肢を絞らせて、まあ、次のターンオーレリアか乙姫どちらかを出していくといった感じですかね。さあどう出るだろうかな。ここで相手はあと残り11、相手の心境としては政治家、おなんとここでフェイスを殴ってきて死の祝福出ました。これですね、こいつがやっぱりネクロマンサーの中では一番厄介なカードといっても過言じゃないというか、皆さんお分かりなんじゃないでしょうか。さあということでロイヤルセイバーオーレリア、こいつを出していきますね。こいつは相手のカードが多ければ多いほど攻撃力が高くなるので、一気に攻撃力6、そして進化していきましょうかね。せっかくなんで進化ポイント使ってオーレリア進化させて、オーレリアで一発殴る、で政治コマンダーでも一発殴ってがいいかな。でそこでターンエンドか、もしくはそうだな、クイックブレーダーで消しに行ってもいいですけどね。相手のとりあえず進化して殴りましょう。相手が守護持ち3体いるので、これどう処理していくかですけれども、こっちはやっぱね優秀な除去カード持ってないので、もう殴り行くしかないんですよね。早い段階で早い段階でっていうか、相手が完成する前にね、ここもクイックブレーダーと一緒に殴ってなくそうか、守護持ち。そっちの方がいいですよね多分。どうなんだろう、ここ悩みどこですけどね。ここ大事ですよ。いや多分そうだと思う。乙姫をね持ってなかったら考えます。というのも乙姫だと、バニーカードがなくなってもね埋めてくれるので結構安心は安心なんですよね。もしこれで乙姫ではなくて、例えば政治コマンダーとかだったら、今の盤面クイックブレードをね、手札に残しておくっていうのは一つ選択肢としてあるんですが、まあ大丈夫でしょう乙姫がいると結構安心安心の乙姫。さあということで、おお相手これウルズでラピッドネクロマンサー量産してきましたね。量産っていうか、あ降伏した。さあということでここで降伏しました。まあ、相手守護持ちが切れたのか、まあ、ここでねオーレリアがもう攻撃力8あるので、まあ、相手には非常にプレッシャーになるかなといったところで5連勝きましたね。はい、という感じで、ミッドレンジロイヤル非常にね強くて、どんな相手にもね結構速攻性が決まることがあるので、ぜひともですね、皆さん参考にしてみていただければなと思います。特にやっぱオーレリアと乙姫がね私的にはおすすめです。さあということでこんな感じでカード何だったっけ、カードパックに移りたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。さあということでね、今5連勝、しているんですけれども、まあ、ミッドレンジロイヤルを使ってね、まあ、かなり時間効率がいいのでサクサク回しながら、ランクを上げてね A ランクに到達したいなと思っております。さあということで今日もね、いつもお決まりの、カードパック引きたいと思います。1日限定1回いきます。昨日ねファフニール出たんですけれども、結構ねコメントではファフニール使えますよっていうコメントがあったんで、ちょっとねドラゴンデッキにファフニールちょっと使ってみようかな。特に今はエルフだったりメイフエルフだったりね、あとロイヤルがすごい流行ってるんでね、そういったカードに刺さるのかもしれません。さあということでアルカード、あー来ないか、来ませんねシルバーだけでした。さあということで見ていきましょう。これなんかあれだな、エヴァンゲリオンのレイみたい。ビショップの神託の貴族、このフォロワーは相手のリーダーをこのフォロワーは相手のリーダーを攻撃不能、あ、なるほど6コストで、66、結構ステータス的には普通なんですけれども、攻撃ができない、相手のリーダーを殴ることができないという制限付きカードですね。さあそしてロイヤルのルミナスナイト、攻撃力2でコスト2、こいつね特にですよね。ただこいつ怖いのが進化時に、自分の他のフォロワーすべてを、攻撃力プラス1するので、一瞬的にね、火力をガツッと上げるっていう意味ではすごい、いいカードなんですが、ただやっぱりね体力が少ないのと処理されやすいのっていうので、ちょっとどうなんだろうっていう感じですね。まあ指揮官で2コストっていうのはまたそれではそれで魅力なのかもしれません。さあそして、ヴァンパイアのアルカード、失踪を持つカードなんですが、復讐状態だったらね、自分のリーダーを4回復してくれるカードです。これねやっぱヴァンパイアの強いところっていうのは、1回ダメージを与えてもね、どうしても終盤どんどんこういったカードを使って回復してくるので、それがやっぱ嫌ですね。私ロイヤルを使っていて、ヴァンパイア
を相手にするのは一番嫌かもしれません。序盤を押していってもね、その後すぐひっくり返されてしまうっていうのが嫌ですね。さあ、そしてドラゴンのスカルドラゴン、7コストで体力7、そして攻撃時に攻撃力プラス4されるっていうカードですね。これも非常に使いやすいカードかなと思われます。ただあんまり入れてる人見ないですよね。さあ、そして大嵐のドラゴン、ドラゴン種族で、ファンファーレで覚醒状態なら失踪を持つ。まあどうなんだろうな、2コストで覚醒状態、まあまあまあのカードですね。結構入れてる方も多いかと思います。さあ、そして、栄翔、正常の狐、ビショップのカードですね。カウントダウン1で、ガーディアンフォックスを1体出す。ガーディアンフォックス確か3とかだったかな、あと4号か。結構いいですね。カウントダウン1で、まあ、4コスト使うっていうのはあれなんですけれども、すぐ出せて、しかもね、そこそこの、ユニットを出せるっていう、これ結構使われてるカードですよね。ビショップの方入れてるかと思われます。さあ、そしてウィッチのクラフトウォーロック。ウィッチこれ入れてる人あんまりいないんじゃないかな。ラストワードで土の、魔変を一つ出す。私ね、秘術はあんま使わないので、土の秘術はあんま使わないので、ノーマークなカードではあるんですけれども、どうなんでしょうね。秘術を使った方が強いのかな、ウィッチは。私の中では秘術を使わない超越ウィッチがね、一応今のところ一番使いやすいなと感じているんですが、そこら辺もね、コメントで教えていただけると嬉しいです。さあ、そして最後に引いたのが、ネクロマンサースカルビドウですかね。ラストワードでカード1枚引くということで、まあ、ネクロマンサーだったらね、これ非常に使いやすいというか、結構な方が入れてるんじゃないかなと思われます。やっぱりネクロマンサーはラストワードが非常に優秀で、低コスト帯のね、ラストワードで例えばカード1枚引くだったり、墓場をプラス1するだったりで、結構で手札切れも起こさない上に墓場をねどんどん増やしていって、中盤以降ね、優秀な、ネクロマンスを持ったカードを出していくっていうのが、まあ、勝ちパターンの一つなので、まあ、このスカルウィドウを、ね、入れてる方も多いんじゃないかなと思われます。はい、ということで今日は大したカードは出ませんでしたけども、まあ、毎日ね引いてればまた昨日みたいにいいこともあると思いますので頑張っていきたいと思います。さあ、ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。